はい、動画先生石川博之、菅野澄夫です。今回はチャチャチャの、スプリット吸盤ブレイクの、説明をしていきたいと思います。ではまず、足型からいきましょう。じゃあ1 2 3 4 and 1 2 3 4 and 1 2 3 4 and 1 2 and 3 4 and 12 and 3 4 and 1 2 3 4 and 1 2 3 4 and 1 2。 角度変えましょうか。1 2 3 4 and 1 2 3 4 and 1 2 3 4 and 1 2 and 3 4 and 1 2 and 3 4 and 1 23 4 and 1 2 3 4 and 1 2 1 2 3 4 and 1 2 3 4 and 1 2 3 4 and 1 2 and 3 4 and 1 2 and 3 4 and 1 2 3 4 and 1 2 3 4 and 1 2ね、スプリット吸盤ブレイク、このような足型です。はい、ではもうちょっと、分解していきましょう。まず女性の足型からいきます。バックチャチャチャ4エンド1 2 3 4エンド1全身2スパイラル3一歩出て揃えて4エンド1で横に開きました。そこからスプリット吸盤ブレイク2エン横に開く4エンド横に開く2エンド3 4最後ニューヨーク2 3チャッチャッチャスポートターン2 3 4エンド1という。どっちいい、角度変えない変えない方です。はい、男性の方いきます。1 2 3 4エンド1 2 3 4エンド1 2女子がスパイラル、ね、男性女子をスパイラルさせました、ね、4 and 1で横に開きます。あとはまあ女性と、ね、同じなんですけど2 and 横に開いてチェック横に開く2 and 3 4 and 1最後ニューヨーク2 3 4 and 1スポートターン2 3 4 and 1 2という。うん、そんなに難しくはないですけれど、その最初の、スパイラルのあと、女性の方で言うと右足が4エンド1ときました、ね、全身スパイラル3、ね、その後3歩あるんですけど、この1歩出した後2歩目揃える、ね、4エンド1、ね、ここが揃わないと、なんだろう、男性から離れすぎる可能性があります。4エンド1そのまま全部いっちゃうと2、3、4エンド1ってなると男性のこの距離がね離れすぎる場合があるので、4エンドのところで揃えてと回転も素早くいけますし位置的にもちょうど良くなると思いますので、まあピタッと揃えなくても構わないですけど、なんていうのかな、歩幅としては小さめの歩幅。ね。4はちょっと開きます。エンドがまあ小さめ、揃える、もしくは小さめ。で、1も最後横に開きます。だから言葉で言っちゃうと、前進スパイラルの後、次の足グイッと出て、で、そこに揃える。エンドって1、横に開くような感じです。そこちょっとね、入るとこで注意してください。男性の方はね、スパイラルさせたときに女性の方、ね、2、3、スパイラルさせて、男性左手をこれを上げます。2、3、ね。で、前に出しつつ下ろします。ね、そこ男性は、4、エンド、女性を置いてあげてください。で、最後、1、開いて、で、2、ということなので、まずその、なんだろう、4、エンド、1となったときに、うまく2人がいい位置で、ね、この距離感もそうですし、この、ね、位置が、例えばだけど、わかるかな ?4 エンド1とかでこう位置がずれてたりしないように、ちゃんと4エンド1、
二人が向かい合った形に入れるようにしてください。ではその後、フォーエンドワンでね、いい感じに向かい合ったとしましょう。で、そこから、スプリット Q1 ブレイク入るんですけど、形的にはニューヨークとほぼ同じような感じ。ね、微妙な違いはあるんだが、まあ、ほぼほぼ同じと思ってください。難しいのはこの、ね、時のチェックの形。さっきの9番ブレイクでも言いましたが、この形が、チェックにならないで、ね、4 and 1、ね、2 and 3、4 and 1、2、ね、今チェックの形になってないですよね。こうなってる人が、実際非常に多いです。だ結果的にはそうなると状態が突っ込みます。状態が突っ込みますんで、今度、移動が増えるので間に合わなくなります、ね、なので戻れなくなっちゃう間に合わないってなりやすいので、まずこのチェックもう極端なし前に乗らないぐらいのつもりで結構後ろ寄りと思ってください。でも早いので、後ろ6前4ぐらいな感じ、ね、7-3でも構わない。結構後ろ4にイメージしておいても勢いがあるんで、それで半分ぐらい、中間バランスぐらいになります。最初から中間バランスぐらいと思うと勢いに負けて前に体重かかりすぎちゃうので、あんまり前に突っ込まないような感じで、ちょっと感覚的には後ろにいるような感じ。フォーエンドワン、後ろにいるような感じ。ね。前に行かないで、で、この、何ていうの、状態の位置と、ウェイト、ね、で前が伸びることに、あ、後ろが伸びることによって体が前に行きます。ということは、体が後ろに行くと後ろの膝が曲がるのはわかるかな、ね、そう。で、大体膝がこうくっつくぐらい、並ぶぐらいと思ってない。と、ウェイトはちょうど中間ぐらいになります。なんちゃってチェックの人で、体重が前になってるのに後ろの膝曲げてる人がいます。チェックっぽいけど、これチェックじゃないです。体重が前ですもんね。ね、2 and 3。ね、これ完全に体重が前に入ってますので、そうではなくって、チェック、ね、中間に入ってください。まずここで中間が作れるかどうかっていうのが一つのポイント。で、注意点はさっきの9番ブレイクと似たようなことになりますので、結論だけ言っちゃうと、前の足がややクロス。これもあんまりクロスすぎないようにして、こうね、いかない感じ。まっすぐよりもちょっとクロスに入ります。で、つま先のが結構開きます。前のつま先をグイッと開いてください。で、後ろの膝が曲がって、後ろの足が内股にならないように。ね、ここから、内股なれ。ね、この後ろの足が内股になってます。これが、よい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 、グイッ。結構グリッと足がこうねじれちゃうぐらいグリッと回してください。結局このね、この開いたね、2人が開いた形になるわけなんですけど、例えばこの乗ってからグリッて回すわけではなくって、その向きが変わる段階でこれが回るわけですよね。乗ってる軸足の方がグリンって回ります。その延長線上にね、この後ろの足があります。だこの足自体はもうグリッと、ね、向きを変えるときにこれ足が回って2 and 3、 この足が回って4 and 1グリッ、ね、でグリッて回るんだけどここでパカッてしないように回すんだけど締めてください、ね、グリッ、ね、だこの形が多分ちょっと難しいと思うんで、まずはそこの練習かな。この9番ブレイクって、この今のね、2っていうこのチェックの形、この形の良し悪しがまあポイントでもあるので、まあ2人で組みながらでもいいんですけど、チェックだけの練習、でこの形がよくできたかどうかっていうと、ね、例えば鏡を見て練習したとすると、ね、ここでね、さあ足どうだったか、ヒップがどうだったかどうだ、ね、で、反対側、ってなると、
こっちにまた移動してとかになると、いちいちこうチェックするのにこう場所移動しないとチェックできないので、ではなくって単独で、じゃあ右足から行こうか。正面に向かって両手閉じます。ね、練習方法。ね、まずじゃあ右足前のチェックをします。左手上げて、た。でそこから手閉まって、せーの反対のチェック。ね、はい、手閉まって、せーの、ば。ってやると、正面一枚の鏡で、右と左の、練習ができますので、おすすめです。で、その時に自分の形、ね、ちゃんと前伸びてるかな、後ろ曲がってチェックできてるかな、さあ上はどうかな、ね、ね、パッパ、せーの、パッパ、せーの、パッ、ね、でできますので、まあこれはね、組まなくて構わないので、自分のまずチェックの形が綺麗にできるように、練習してみてください。とね、音のお話、ね、カウント。これは、カウントは、まあ、4 and 1と入りましたと、2 and 3、4 and 1、2 and 3ってなっていますので、長さで言うと、最初が2分の1、2分の1、1拍、2分の1、2分の1、1拍、2分の1、2分の1、1拍、二分の一、二分の一、一拍、一拍、一拍、二分の一、二分の一、一拍、ね。two and three, four and one。とは、言い方を変えれば、二分の一はまあ、半拍分しかないからまあ、早い。一拍分はちょっと長いですよね。ってことは、早い早い遅い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 でゆっくり、まあ遅いというかまあ長いっていうね、短い長いって考えてもいいですけどっていうカウントです、ね、だけど現実的に、ね、多分スプリットキューバンブレイクはよく出てくる、みんなもよくやるステップだと思うんですけど、多いのはこういう人が多い。そうするとわかるかな？ここが長くて、短くて長くて、短くて長くて。っていうと、さっきの最初に言ったカウントと違いますよね。本当は、せーの、2 and 3、ここが長い。4 and、ここが長い。たった、長い。たった、長い。はずなのに、チャー、チャチャチャー。じゃあこのパターンが多いですね。なので、わざとアクセントとしてね、そういうところを作るのはまあ、ダメではないんですけど、ベースというか基本で考えた場合、タイミングは半分半分一拍なので、でここに、だいたい音の長さと、歩幅は比例すると思ってください。要するに、短い早いところっていうの歩幅は大きくない、ちっちゃい。ね、で、音が長いところの方は少し大きくなる。ということは、じゃあ最初のこれが大きくなってはダメ。忙しいステップなわけだから、これはフォアバックにちっちゃいです。ちょん。で、ここはある程度開いたい。まあ、これちっちゃく。ちょん。ここは開く。ぐい。そうすると、ね、短い、長い、短い、長いっていう、ね、音の表現もやりやすくなります。だいたいそこ間違ってる人が多いですね。この開くところでグイッとやって突っ込みすぎて戻れなくなっちゃうってことがあるんで、その前に開いたところの方は小さめでチョン。で、向かい合うときにここで足が、まあ自分の肩幅程度ぐらい、ね、これぐらいの歩幅が開けるとき。ここ開けてる人実は非常に少ないです。で、ほぼほぼそこがね、もう開けないで、もうくっついてるようになっちゃうので、そこのところね、向かい合ったところでちょっと、ね、横に開くように意識してくれると、それだけでもだいぶ、見え方が変わってくると思います。はい、次は、形のお話をしましょう。4 and 1ってなりましたね。足元の方は、さっき言いましたけど、進行方向に対してややクロスに入る。ね、つま先。で、そこでチェックになりました。
ね。で、この持ち手、ね。これが、まあ、前になります。ね。で、大体、そのね、このフリーアームの方は、斜め上、斜め後ろに上げることが、まあ、ほとんどかな。まあ、何か頭にやったりとか、この辺に使ったりとか、いろいろなアレンジはあると思うんですけど、ベースとしては斜め、持ち手は斜め前。で、上げる方の手は斜め後ろに、が、まあ、基本的な形と思っていいと思う。反対側も同じで、4&1、あ、4&1か。4&1。ね。2&3。ね。で、4&1 という風になると思います。で、注意点として、まあ、形というか、動きというか、ちょっと足元の方から言うと、これが、ね、でこれが、ちょっと斜め前に入りました、ね、でウエイトの関係から言うとヒップが斜め前に入ります。男性も女性もそう、ね、斜め前に入ります。でその斜め前に入った方の肩が下がります。ギュッ。そうすると結果こっち側が下がってる分もう一方の手が上がります。なのでなんていうのかな、ね、ニューヨークとか9番ブレイクとかみんなこう手、ね、上げてると思うんだけど、そういうムーブメント関係なく手が上がってるっていうパターンが多いですけど、ベースになるものは極端に言えば手は、ここです。ね。で、そこで、この、ね、肩がグイって下がっていきました。で、この、ね、ベースになってるものは肩が下がっていく分。だから手が単独で上がってるわけではなくて、このショルダーラインごとギュッ、ギュッ、ギュッ、わかるかな？ギュッ。で、この手上げたかったらそんだけ反対の肩を下げなきゃいけないということになります。その肩をグイッと下げるからもう一方がグッと上に上がるということです。せーの、ギュッ。すごくわざとらしくやるとギューってこと、うん、ということですね。その分だけグイッと手が上がるということです、ね、だからなんていうの、上から見ると非常にこう立体的でこうなんだろうな、バッてみたい。足はちょっとクロスに入って手は反対側にね行ってんで、上から見ると多分こうちょっとバッテンっぽいような形になっていると思います。すごく立体的な形になります。反対側も同じね。2 and 3となります。この足が斜め前に入ってチェックになります。そこにヒップが入る、そっち側の肩がグイッ、下がります。その分、もう一方の手が上がります。そうです。あ、思い出した。スプリット9番ブレイクのこの悪い例というか変な例はいっぱいあるんですけど、大半が顔がみんな曲がってます。それも大体みんな内側に曲がってます。非常にこれは多いパターンですね。じゃあなんで顔が曲がるのかっていうと、手をみんな上げようとしてるだけで、手を上げようとした時に体を曲げて、ね、手が上に行ってるだけだからみんな顔が曲がってる。顔が曲がってはいけない、ね、このセンターラインは崩さない、まっすぐストレートで、なおかつこの手を上に上げなきゃいけないので、顔はまっすぐでそのまま、ね、手が上に、だからそのね、背中というか肩というか、そこでしっかりグイッと押さえてあげるようにしたい。体を曲げない、曲げて手を上げるのではないということです。あ、せーの、ズバッ、ね、ギュッ、ね、だこの形がちゃんと綺麗に作れるように練習してみてください。次はやることいっぱいあるんだけど、コネクションのお話、ね、さっきの9番ブレイク2人が並んでやったっていうのは手で組んでませんので、まあコネクションは使えないわけですよね。だけどこれは組んでますので、そのね、コネクションが使えますので、ここをうまくできるようにしてください。結論から言っちゃいます。4&1って入りました。この時のこの2人の関係としては、結論から言うと引っかかってます。フックね、引っかかっていることは、2人のセンターセンターがちょっと離れた状態になるということ、ね、そうすることによってちょっと大げさに言いますよ、横に対してこういうふうに離れた分の引っかかりがありますっていうこと。
これだけでも2人の空間がコネクションがない状態のこの位置と足の位置は変わってないですけど、2人のね、ここにまあつながりが引っかかりがあります。ともここだけでだいぶ広くなってるの分かるかな。そこからこうなりましたね。これ結論から言うと、2人の運動的にはまっすぐよりもちょっと外に開いていきますのでね、だから体は正面ここではなくてもうちょっとね、こっち側で回ってってますので、なのでこれがこっち側に2人は行こうとしてますので、この手はここに対する引っかかりがブンブンっていうものがありますので、ここに対してコネクションのフックが引っかかりがあります。で戻ったところ、ここはちょっとわざとらしいけど引っかかってます。でこっち側も同じく引っかかってます、引っかかってます、引っかかってます、引っかかってます。なのでずっとフックですね。向かい合ってるところも開いたところもコネクションがフックになると。でフックっていうのは決して引っ張ることではなくって、相手に対して自分の体の中心が離れていってフックです。なので手が何かしてるわけではなく、手はお互いにこの自分の空間を保ったままです。それに対して、ね、自分の中心がこっち側に行くので、それに伴って手が一緒に行こうとしていて、それが結果引っかかるということ。決して腕の力で何かをやってはいけない。手はどちらかっていうと組んでるだけで何もしない。体がもう簡単に言うと回転量が増えていけばここに引っかかりができます。だから練習としてはちょっと回転量を強めに、アームをコンパクトに保ってちょっと回転量を強めにするような感じです。ちょっと大げさに言うと、ここよりももうちょっと強め、相手にも背中向きぐらいのつもりで回転量を増やすようなつもりで、回転量を増やす、回転量を増やす、チャチャチャグイッ、ね、回転量をこうちょっと強めにするといい。これもよくあるあるなのが、先手9番ブレイクすごく忙しいんです、ね、で忙しいとみんな回転量が減っちゃうのよ。回転量が2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1、 回転量が少なくなりやすい、ね、回転量が少なくなると実は忙しくなるんです、ね、普通に考えれば、回転量を増やすと忙しくなりそうだけど、これがダンスの面白いところで、だいたい忙しいところは回転量を増やした方がうまくいきます、ね、回転量を増やすことによってここに対する引っかかりが、ね、作れます。でその弾力を利用して勢いよく戻るということなんで、回転量が少ないと弾力が生まれません。バネがない分戻るのが大変、遅れる、回転量が減る、遅れるっていう悪循環だ。ではなくって回転量を増やします。でここよりもっとブーンといくと、この引っかかりがあってそれを利用して戻りますね。ブン、ダン、ダン、ね、回転量を増やすことによってそのなんていうのかな、弾力。実際にこのスプリット9番ブレイクをシャドウでやったことある人はわかると思うけど、まあ音に合わないです、ね、一人でやると。だけどこれが二人でやると音に間に合う、ね、ということは相手の力をお互いに男性も女性も利用してやってるから音をかけた方が楽になるわけ。シャドウで一人でやったらこれまずも音に綺麗に足だけになります。ダッ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 。でも二人でやるとうまくいきます。それはちゃんとコネクションがあるからという、結論から言うとずっとフックです。4 and 1。ここでももう引っかかってて、フックフックフック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 、フックフック、最後、スポートターンに入るのはここでプッシュになって、2、3、チャチャ、1 and 2ということになります。コネクションでした。
スプリット9番ブレイクをまとめましょう。その前に あくまで今回の、やったのは基本形っていうのかな。なのでこれを元にしていろいろこうアレンジをしていくのはいいと思います、ね、例えば9番ブレイクで前にこう飛び込んでねっていうやったりとか、そういうのもまあありだとは思うんですけど、それを基本とは思わないでくださいね。そこがこうなんていうの、動きを同じことを繰り返すので同じだけじゃつまんないんで、最後にちょっと違う形とかね、強いアクセントを出そうと思って9番ブレイクをやって最後にズバッやったりとかっていうのもまああるとは思うんですけれど、まず基本を、おろそかにしないようにしてくださいね。その形ばっかり繰り返したら変化にならないのでね、同じことにならないように違うものがあって最後に変化が出てくるので、まずベースになる基本をしっかり、練習してみてください。この9番ブレイクもまずもうチャチャを代表的なステップになると思いますので、ここの良し悪しで、もう上手い下手の差がね、はっきりとしてしまうぐらい重要なチャチャを代表するステップなので、しっかり練習してみてください。せーの。レッツプラクティス。